トビリシ地下鉄、トビリシ地下鉄、トビリシ地下鉄、ラテン文字天気、タベリッスメトラパリタニーは、ジョージアの首都トビリシの地下鉄である。1966年に、旧ソビエト連邦で4番目の地下鉄として開業した。旧ソビエト連邦の地下鉄の多くと同様に、ほとんどの駅はとても深いところにあり、また鮮やかな装飾がされている。サドグリスモエダニアイ、で、 両線は接続し、さらに、グルジア国鉄のトビリシ中央駅に接続。リドゥベとサムゴリでもグルジア国鉄の駅と接続している。2014年現在、トビリシ地下鉄は2路線で総延長2 6 4トルに22の駅がある。20駅が地下にあり、リドゥベ駅とゴチリゼ駅の2駅は地上にある。地下駅のうち、16駅が深いところに、 4駅が浅いところにある。深いところにある駅では、6駅がパイロン様式、5駅がコラム様式、5駅がシングルボールト様式、サンクトペテルブルク地下鉄の技による、である。浅い駅は、3駅がピラー、トリスパン様式、1駅がシングルボールト様式、ハルキウ地下鉄の技術による、である。飛びシの地形は平坦でないため、 特にアクメートリバルケティリ線路に箇所で地上を走行している。2005年には年間1億560万人が地下鉄を利用したと推計されている。2つの車両基地に186両の車両が所属している。プラットフォームは5両編成対応であるが、現在のところ1号線では4両編成、2号線では3両編成で運転されている。車両は 旧ソビエト連邦圏の他の地下鉄で使われているものと全く同じである。トークンはすでに廃止され、バスと共通の非接触型 IC カードが採用されている。1枚にラリのデポジットが必要で、1日の初回乗車時は50手取り、2回目は30手取り、それ以降は20手取りという料金体系となっている。列車は6時から24時まで走行しており、 ラッシュ時の2.5分間隔から夜間帯の12分間隔までの運転時角である。列車は時速 60km から時速 90km で走行する。アナウンスはグルジア語で行われるが、主要駅では英語のアナウンスが流れる。サドグリスモエダに駅イコールステーションスクエア駅、タビスプレビスモエダに駅イコールリバチースクエア駅などでは英語の駅もあり。 グルジア語の駅名に続いて、英語の駅名が流れる。ジョージア、グルジアの首都とビリし、公式には1936年までは、ティフリスは、特に、グルジアソビエト社会主義共和国の首都としての、政治的な位置づけから、旧ソビエト連邦でも4番目に、重要な都市であると考えられてきた。19世紀から20世紀にかけて、急速に成長し、文化的、 政治的な中心であるばかりでなく、ザカフカジエ、南カフカスの交通と産業の重要な拠点とされてきた。こうしたことから地下鉄が必要であると考えられるようになった。建設は1952年に始まり、1966年1月11日に、ジョージアで初、そして唯一の地下鉄として開業した。旧ソビエト連邦では、モスクワ、レニングラード、 サンクトペテルブルク、キエフに次ぐ4番目のものであった。この時点では6駅であったが、それ以来着実に成長して、2路線22駅を要するようになった。ソビエト連邦崩壊以来経済的問題が地下鉄のインフラ、運営以降の拡張計画に影響を与えていたが、1990年代半ばには、旧ソビエト時代の駅名の多くが変更された。 1990年代初期から半ばには電力不足のため飛び出し地下鉄の運行は停止していた。近年に至るまで地下鉄は資金不足状態であり、また電力の供給が不安定なため大きな問題を抱えて運営されいる。スリや強盗などの犯罪が広がっていることでも悪名高い。また地下鉄駅での事件も発生している。1997年10月9日。 かつての警察官が駅で自爆テロを行った。2000年2月14日には、ティーンエージャーが手製の手榴弾を駅に投げ込み、数人を負傷させた。2004年3月には、地下鉄に乗車中の旅客が不明流すにより中毒になった。しかし、保安、管理組織が2004年から2005年にかけて改変されたことで、犯罪は減少しつつある。 その他のサービスも大きく改善されている。現在、トビリシュ地下鉄は駅の改築や車両その他の設備の更新などを含む大規模な改良計画を行っている。トビリシュの2006年度予算では1600万ラリをこの計画に割り当てている。ミヘール・サーカシュビリ大統領は公共交通の中でも地下鉄を最良のものとすることを約束し、 トビリシ地下鉄の局長にずろぶキカリーシュビリーを2005年末に任命して2007年までに地下鉄をヨーロッパ基準とすることとしたヨーロッパ基準とは何か不明ではあるがしかしその後更新計画はかなり遅れており2010年7月現在トビリシ地下鉄は目標としている水準には到底及んでいない 美形地区などを含む他の地域にも路線網を広げる3番目の路線の建設計画がある。3本の路線が都心部で交差する旧ソ連の典型的な三角形の路線網を構成する。しかしほとんどの建設現場は凍結状態であり旧ソ連時代から凍結されているところもある。2012年1月にはサバート路線の凍結されている延伸計画が バザ・プシーベイラ駅から新しいウナバーセテティ駅までの建設が再開された。このうち80%までの工事は旧ソ連自体にすでに完成していた。計画はアジア開発銀行が融資する予定である。新しい駅は2013年をはじめに開業すると予定されていたが2014年になっても開通していない。飛びる市には 路面電車もを構築する計画もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。